はい、こんにちは。今日はですね、日本の経済情勢についてお伝えしてまいります。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。でですね、まずこの動画を始める前に、今日本に必要な経済政策というのは、このブルーカラーといたしましては、自民党の高市政調会長の主張する経済政策が非常に重要であるということを申し上げてきてまいりました。で、高市氏の政策の最大の柱というのは、徹底した歳出拡大路線だ、物価上昇率が 2% の目標を達成する前という条件はあるものの、先送りを繰り返しながらも従来の政権が掲げ続けてきた財政再建目標さえ凍結し、積極的な財政支出を図ることを主張した。アベノミクスは再建目標にこだわったことで、財政政策が十分機能しなかったと見るためだ。その政府のお金の使い方として打ち出したのが、サイバー攻撃や災害などのさまざまなリスクを減らすための危機管理投資だ。具体的には感染症に対応するのに必要な医療資機材の国内生産の支援や、創薬のための研究開発、人材強化などを挙げた。自然災害に備えた公共事業などに10年間で約100兆円規模を投じる方針を持ち出した。で、こうした経済政策というのは非常に重要だと思います。つまりは、日本の少子高齢化、人口減少といった構造的課題を乗り越えるために、経済再生なくして財政健全化なしという考えに立ち、まず経済の持続的成長を実現してこそ将来不安が軽減するということがあると思います。そして消費や投資がさらに喚起される経済的な好循環ということを実現してこそ、日本経済の再生があるということだと思います。ですので、こうした高市政調会長の徹底した歳出拡大路線というのが、今の日本の経済に必要であるというふうに思います。で、その上でニュースを読んでまいります。ロイターですが、米利上げ時期、ゴールドマンが22年7月へ予想を1年前倒し。米ゴールドマンサックスはインフレ率が高止まりするとして、 FRB の利上げ時期の予想を2022年7月へ1年前倒しした。ゴールドマンのチーフエコノミスト、ジャン・ハツウィス氏はリポートで、テーパリング終了時のコア個人消費支出価格指数は 3% 超、コア消費者物価指数は 4% 超にとどまると見ていることを変更の理由に挙げた。パンデミックやインフレ、賃金上昇、インフレ期待に想定外の大きな変化があれば修正する可能性があるとしながらも、どちらの方向への変更もハードルは高いと指摘した。2回目の利上げは2022年11月、その後は毎年2回の利上げを行うと予想した。先週末時点で、フェデラルランド金利先物は2022年7月までに FRB が25ベーシスポイント利上げし、12月までに追加利上げする可能性を完全に織り込んでいる。このように報道されております。で、アメリカは、借金ということでですね、経済回復しているという側面があると思います。しかもアメリカ経済は、ウォール・ストリート・ジャーナルですが、2020年10月5日のニュースですが、米経済、パンデミック前から借金まみれ、回復に足かせ、長年にわたる低金利環境が借り入れを後押しし、個人や企業、米政府の債務は総額64兆ドル、約6760兆円に膨れ上がっている。これはアメリカの国内総生産 GDP の3倍以上の金額だ。続いてニューズウィークですが、パンデミック前から過剰債務が懸念されていたアメリカ企業、FRB とアメリカ政府が行った巨額支援策も借金体質に拍車をかけた。今や資金繰りはパンク寸前だと、このように報道されておりました。ですので、こうした中、金利が上がりますと、アメリカ企業にはですね、金利が上がりますので、下押し圧力になる可能性があると思います。で、他方、金利と為替の動きということを考えますと、日本の円の金利が低く、アメリカのドルの金利が高いという場合を考えてみますと、人々はより有利な金利を求めて日本円の資産の比率を減らして米国ドルの資産の比率を増やそうとするということがあると思います。で、こうしたことによりまして、金利の高いドルを買うという動きが出てくることによって、為替は円安ドル高となる可能性があります。で、こうなりますと、円安ドル高ですので、日本はですね、輸入インフレを起こす可能性があるというふうに思われます。で、こうした情勢が予測される中、現状の日本経済ということを見てみますと、日本銀行が11月11日に発表した10月の企業物価指数、かっこ企業間で取引されるものの価格動向は前年同月比プラス 8% だった。第二次オイルショックの影響が色濃く出ていた1981年1月、かっこプラス 8.1% 以来、約40年ぶりの大幅上昇で、前月比で見てもプラス 1.2% と、2014年4月以来の伸びを記録した。円安と資源高が同時進行する怖さがいよいよ可視化され始めた。腹切りプライスは持続不可能。
石油石炭製品や鉄鋼化学製品、非鉄金属などの粗原材料は経済における上流であって、今後は中間材、さらには最終材へと下流に物価上昇圧力が移ると考えられる。粗原材料の伸びは前年同月比プラス 63%、 過去前月比プラス 4.9% と著しい。中間材も前年比プラス 14.3%、 過去同プラス 1.9% と2桁の伸びを示している。一方、最終材は前年比プラス 3.8%、 過去同プラス 1% にとどまっている。中でも消費者物価指数と関連の強い最終消費財、過去国内品については前年比プラス 2.8%、 過去同プラス 0.9% と伸び率が低い。目下見られるような企業物価指数が上がっても消費者物価指数が上がらない構図は、企業が俗に言う腹切りプライスでの商売を強いられていることを意味する。このように報道されております。これは現状、日本企業が我慢している状況ということを表しているように見えます。こうした中、もしですね、アメリカで金利上昇ということになりまして、輸入インフレということになりますと、日本経済にとってはさらに追い打ちになる可能性があります。そうなりますと、日本経済としてはどうなるのかということを予測してみますと、日本企業としては業績悪化、人件費の抑制を視野に検討する必要が出てくるように見えます。そしてそれはですね、企業の採用に影響してくるということがあると思います。日本経済は、つまりは円安不況が来る可能性を想定し、動く対策を練る必要があるというふうに見えます。こうした中ですね、岸田首相は賃上げ税制検討本格化、岸田首相意欲実行性課題、政府与党は2022年度税制改正に向け、賃上げを行った企業を対象とする税制優遇の強化に向けて検討を本格化させる。岸田首相は10月の就任前から繰り返し意欲を示してきたが、経済界は経済成長がなければ賃上げは厳しいと訴える。既存の優遇税制では賃上げ効果が限定的だった面もあり、どのように実効性を高められるかが課題だ。中略しまして、財界関係者は上げられそうなら上げるし、無理なら無理、結局は業績次第だと語った。このように報道されております。で、まず日本経済において賃上げをするということを考える上では、非常に重要なのは、高市政調会長などもおっしゃっているように、この大胆な財政出動により日本経済を元気づけるということがまず重要だと思います。いわゆる大胆な財政出動、高市路線ということでありますけれども、こうした方向に岸田総理が舵を切れるのか、それは現状不透明のように見えます。で、こうした中ですね、 G.com ですが、真水30兆円超メッセージに茂木自民幹事長、自民党の茂木幹事長は18日、所属する旧竹下派の会合で、政府が19日に決定する経済対策の財政支出額について、大切なのは真水だ。30兆円を超えることが大きなメッセージになると強調した。このように報道されております。毎日新聞ですが、国民に安心と希望を届ける内容、首相経済対策 55.7 兆円に、岸田首相は19日午前の政府与党政策懇談会で、新たな経済対策が財政支出ベースで、過去最大の約 55.7 兆円規模になることについて、国民に安心と希望を届ける十分な内容と規模となっていると強調した。一方、公明党の山口代表は、経済対策に盛り込まれた18歳以下への10万円相当の給付の所得制限に関し、自民党内で世帯合算の年収で制限すべきだとの意見が出ていることについて、スピード感を持って給付をしようというときに、にわかにこの議論で合意を作るのは無理があると述べ、否定的な考えを示した。懇談会後、記者団に語った。このように報道されております。ですので、こうしたところを見てまいりますと、この国民に安心と希望を届ける内容と首相はおっしゃっていますけれども、国民からは安心と希望というよりかは批判が出ているように見えます。で、この公明党案が元になっている今回の経済対策に盛り込まれた18歳以下への10万円相当の給付に関しましては、経済支援なのか子育て支援なのか、その対策の目的がはっきりしていないというところがあると思います。こうしたことを国民の声を無視して推し進めればですね、岸田政権は国民の信頼を失っていくと思います。で、岸田首相や茂木幹事長はこの経済対策をスピード感を持ってやるということをおっしゃっておりますけれども、スピード感を持ってやるということであるならば、例えば現状18歳以下への10万円相当の給付ということが話題になっておりますけれども、そうしたことも年内に国民一律給付ということにすれば、スピード感を持って不公平感もなくできると思います。ですので、そうしたところの矛盾というのもあるように聞こえます。また他の国ではですね、このパンデミックの情勢か、一時的な経済対策ということだけではなくて、その経済政策の根本的な考え方として、このプライマリーバランスといったことではなくて、大胆な財政出動、こうしたことでこのパンデミック情勢から経済を V 字回復しつつあるという情勢があると思います。
だからこそ高市政調会長のおっしゃる経済対策が必要だと思います。朝日新聞デジタルですが、高市氏はプライマリーバランスを凍結してでも機動的に財政主導も行い、大胆な危機管理投資、成長投資を行っていくことから考えると、物価安定目標 2% 達成までは増税は基本的に非常に難しいと述べた。このように報道されております。ですので、まずですね、こうした大胆な財政出動ということで日本経済を元気にしなければ企業の業績も上がらないと思いますし、企業の業績が上がらなければ賃上げもできないと思います。で、パンデミックの情勢の中、財政出動が必要で、かつですね、貯蓄から投資へということを考えた場合、こうした高市政調会長の政策というのが現状の日本国民の経済情勢、日本国民の声に寄り添っているということはあると思います。で、振り返ってまいりますと、アベノミクスのですね、金融緩和策が効果を上げて雇用がですね、劇的に改善されていた最中に、これから賃上げかなと思っていたような段階で2度の消費増税でその腰を折ったのではないかという指摘もあると思います。ですので、緊縮財政派と呼ばれる政治家の方々や財務省はこうしたことを考える必要があると思います。20年から30年ですね、この緊縮財政をやり続けた結果が現状の日本の少子高齢化という社会を生み、今の日本の経済状態になっていると思います。財政健全化にこだわるあまりにですね、デフレがずっと続き賃金が上がらないという情勢があると思います。ですので、この結果を財務省なり日本政府はですね、見直すべきタイミングに来ていると思います。こうしたことを踏まえなければ、岸田総理の賃上げ政策というのは絵に描いた餅に終わる可能性があるように見えます。ですので、今日本は今回政府が明らかにしました経済対策といったことも重要なんですけれども、それ以前にですね、この緊縮財政路線から高市政調会長がおっしゃっているような財政出動路線に、その経済的な考え方を大きく転換する、そのことが必要だと思います。そして日本の経済を元気にして内需を拡大していく、そうしたことでこうしたですね、世界的な経済の荒波にも日本経済が耐えられるようにしていく、そうしたことが非常に重要だと思います。高市政調会長の経済政策、そして高市政権誕生ということに国民の期待が高まっていると思います。ありがとうございました。